伊藤忠商事とはどんな会社かと言われると、まあ、一言で言うとですね、我々商社業界の先駆者であると考えています。商社業界の先駆者であり続けるためにですね、我々が持っている DNA というものがあります。それは失敗しないことよりもですね、失敗しても起き上がることを良しとするというような DNA です。国の車の事業販売をやる会社だったので、すごくそのやりがいがあって、まあ、日々困難の連続だったんですけども、まあ、会社の経営、その人たち、現地の人たちとビジネスっていうのはこうやって作り上げていくんだということを学んだ瞬間だったのかなというふうに思います。商社って研究設備もないですし、製造開発施設もないので、結局は人が資本の会社だというふうに思ってます。どういう人間になれるのかとか、成長できるのかとか、そういったところを考えて、まあ、伊藤忠が一番自分に合ってるんじゃないかと、まあ、若手からいろいろものが言えて、でベテランもいろいろもの言ってる、だよね、自由のなんか極みですか、心地いい感じの会、これが多分一番の違いじゃないかな。絶対これやりたいんだってことを見つけたときにですね、飛び込んでいただいて、そこから様々なもっと業界研究を進めてほしいなっていうふうに思ってます。